アメリカの空港では大韓航空が着くと職員がキムチ臭い KE コリアンエアーがついた最低と嫌な顔をします。韓国人はまともに会話の受け答えができないので入国審査に時間がかかり、税関では大量の祖国フードを持ち込み、ただの旅行なのになぜだ。もちろんキムチをはじめ生の網エビ瓶詰めまで持ってきて臭いのなんの。職員全員嫌な顔。女が3人だけで旅行してれば違法就労ホステス疑惑があるし、小学生の子供を一人旅させてみたり、アメリカでは育児放棄、虐待にあたる。全く世界の常識が通用しないのが韓国人旅行者。そんな韓国人旅行者を横で眺めながら、すいすい審査や検査を済ませて空港を出る日本人を見て、日本人だけ優遇されてる、差別だと大騒ぎするのがコリアンクオリティです。低いクオリティですね。ちなみにたとえ審査プロセスが同じでもパスポートの信頼度が違うのでしょうがないということは内緒の話。なんかだいぶ前に韓国は東欧で人気があるとか暴言を吐いていた輩がいたので言及しておきます。私には東欧のとある国の在日大使館勤務の友人が何人かいるのですが、彼らから聞いた韓国人についてのコメントはもう長い間付き合っていろいろな国について話すのですが、韓国人の顔は四角いと一言だけだった気がします。要は東欧あたりでも韓国人のエラはバレてるってことで、それ以外は関心がないのか語るに足りないということっぽいです。以前付き合ってたスペイン人の彼女に話の流れで日本人と韓国人なんて見分けつかないでしょと聞いたことがある。バカにしないでよと返された。見た目が全然違うじゃないとのこと。どうやら西洋人は俺ら日本人が思っている以上に東洋人同士の外観の違いに敏感らしい。